ボーディン大学はアメリカ合衆国メイン州ブランズウィック市に本部を置く私立のリベラルアーツカレッジである。1794年7月24日に設置された。総合大学で構成される IB リーグと同様世界トップレベルの教育を総合大学とは異なり少人数で提供するリベラルアーツカレッジ群、すなわちリトルアイビーのうちの一校である。 入学難易度、卒業難易度がともに非常に高く、米国の大学ランキングでは常に最上位グループに位置する。2014年に入学した新入生の大学進学的性試験の平均点は2160点であり、このスコアはハーバード大学やイエール大学などの IB リーグにも匹敵する。米国大学のランキングでは、米国内における 全大学のうちの上位約0.19%に一致している。2014から2015年度の学費、寮費、食費など、生徒一人数とが支払わなくてはならない金額の合計は1年間で59,568ドルである。日本では、ボードウィン大学、ボードイン大学、ボードイン大学、ボードン大学、ボーデン大学などと表記されることがあるが、 実際の発音は、ボーディンもしくは、ボーデンに近い。ボーディン大学は1794年に、マサチューセッツ州知事のサミュエル・アダムズによって、設立された。以下、括弧内は、卒業年を表す。全米には、ポストセックアリータイトルフォーインスティテューションズとして7021の大学があるが、ホーブスのランキングにて、全米第14位である。ボーディン大学は、 アメリカ合衆国のすべての大学の中で上位約0.19%に位置していることになる。なお、ボーディン大学も含め、リベラルアーツカレッジのほとんどは、学部教育を専門とし、大学院を持たないため、例えば、タイムズハイヤーエデュケーションによる、ザワールドユニバーシティランキングスなどの世界の総合大学ランキングには参加しない。また、 ランキングを作成する期間によって基準が異なること。米国では、進学大学を決定する際に、授業料、奨学金の期待等の金銭的な面が大きくものを言うことなどから、ボーディン大学に合格しても、ランキングを落とした別の大学に進学する生徒も、さほど珍しくはなく、その逆も同様である。ありがとうございます。